こんばんは。生活保護受給者のぬくぬです。今日はですねちょ、ちょっとこの画像、画像ね。これ何かっていうとさ、僕先日ちょっとパーティー、パーティーに行ってきてさ、なんかの交流会みたいなやつ。で、そこでもらったカードなんだけどさ、なんか、き、き、厳しくないと思って。いや、僕最近さ、 最近あのすごいいろんなこと焦っちゃうからさなんか、うん、先日も言ったけどちょっと最近ちょっと活動的になっててねこういろんなことができるようになってきたはいいもののなんかいつもこうあれやんなきゃこれやんなきゃみたいなのですごい頭がいっぱいいっぱいになっちゃってて苦しいなって思っててでもう,もうなんかもう急ぐの嫌だなって思って。 そういういの嫌だなって思いながらで来年へのこう願いみたいなのにねこうなんか将来ゆっくり生きられますようにみたいなのを書いてねそ,そんな願いを持って行った日にもらったカードがこれってね、うん、ちょっとな,なんだかねっていう感じですよなんかねなんかそこってさスピ系の団体なんだけど なんか、まあ、基本的にもともと塾とかやってたせいなのかな。なんか厳しいんですよね。うん。いや、あの、いや、すごい団体だと、なんかそこヒーリングとかやっててさ、すごいヒーリング能力高いなぁとか思って、多分本当にすごいとこなんだろうなぁと思ってるんだが。だが、ね、なんか、こういうことはね、結構厳しいとことが多くてさ、 なんかよくさ、こう、失敗してもいいから、どんどん調整しろって、まあ普通は言うじゃんそこだと、そこだとさ、なんかそ、いや、そもそも失敗しないようにしようみたいな、うん、こと言うんだよね。きび、厳しくないって。そんなことしたらもっと、こう、何も、失敗するのが怖くて。 むしろ失敗しちゃダメって言われたら、それこそ失敗しするのが怖くて余計何もできなくなるじゃんって思うし。で、これもさ、スピードは命って言うけどさ、いやまあそれは世の中がもと求めるのはまあ早い人っていうのはわかるよ。わかるけど、それはまあお願いしたらすぐにやってほしいっていうのもわかるよ。うん。なんか、でもさ、それ、 そうやってさ、もう早く早くって思って生きてたらさ、疲れちゃうじゃん。なんか、僕はもう、期待されなくてもいいからゆっくり行きたいというかさ、うん。だから、まあ、生活保護なんて、も、ま、う、あ、あ、いう立場に甘んじているわけなんですが、ね。なんで僕はこれを引いてしまったのかっていうね。 っていうかさ、なんかもそもそもさなんか早くしろって言ってさ早くできる人っている,いるのかなっていうなんかいるのかなっていう気がするんだけどまあそりゃ一時的には早くなるかもしんないけどさうんなんかそのうち疲れが来ちゃうんじゃないかと思うしさうんうんなんかこのメッセージがさ欲しい 必要なななな人人っっててどんな人なんだろうなってちょっと僕は考えてたんだけどでそれをあの友人と一緒に話してたりしたんだけどなんか友人曰くねなんかスペイン人とかだったらこういうメッセージは必要なんじゃないかいや違う僕が言ったのかそうスペイン人とかだったらね必要かもしれないなと思って。 だってスペイン人とかさこうよく遅刻するらしい遅刻しても普通らしいしさうんまあでも別に僕は遅刻するのが普通の世界に生きててもいいと正直思ってるんだがねいやどうなんだろうやっぱりちょっとムカつくのかな3時間ぐらい遅刻されたらまあムカつくけどそのうん あと友達がいててもの沖縄人だったらこう必要なのかもしれないねって言っててで僕そこで思ったんだけどさあそういえばこのスピ系の団体って沖縄出身の人たちだと思ってそいやだか,だからそうかじゃだからその常識でもしかしたらこのカードを作ったのかもなーって正直僕は思ったっていうか何ていうか沖縄の人が東京で なんか東京だとさこう、早くしろっていうのはもう当たり前でもうげんなりしてるけどさ沖縄の人たちにとってはもしかして「スピードは命」「はっ!」っての思うのかもしれないねっていうねそんなこと思ってはみなかったみたいな、うん、だからまあこれはもしかしてこう沖縄の人たちにとっての東京で生きるためのライフハックみたいなそういう、うん、アドバイスなのかもしれん試練しれん 僕は東京人だからスピードが命っていうのを別に知ってるからもういいよもういいよって感じなんですけどねうんなんかまあまあ価値観ですよねこう人から必要とされる人材になりたいかそれよりかはこう自分なんかなんか自分がまずまず自分がこう自分のペースで生きたいかって僕は自分のペースで生き 生きたいと思ってますね。でまあそれで自分のペースで生きてなおかつ人に人の役に立てればいいなぁとは思うけどまあそういつつもね今回もねこう,こうやって頑張ってんか毎週きっちり動画を撮っちゃったりもしてるんですけどでもできるならこう自分のペースでこうダラ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 と生きていきたいとずっと思っているというかまあ無理せずまあ多少無理したとしても こう自分で納得のいくぐらいの無理でやりたいなって焦らずに生きていたいなと思ってるってそういう話でした。いいつもありがとうございます